死した。片足引っ張られて空中、受け止める人もいないのに空輸。昨日はどこまでやったき、あの件この夕日へと一緒に落とせ。これが今の私です。誰にも迷惑かけてないから説教は聞かない。どこのあいつがああしたとか、そこのこいつがこうしたとか、今はそんなことどうでもいいよ。目の前の敵を倒すだけだよ。知らない敵と戦うより、知ってる人たちと目の前の壁を越したい。何にも縛られない、これが私だけのレスライフ。眠たい夢をこすぶって、また眠たいって寝て、誰からの声も耳には入れない。私の時は果たしたけのもの、まだこのままでいたい。誰にも邪魔されたくない。レジは私に似合うでしょ。そんな冷たいこと言わないでさ、本当の幸せを今この場所で、私と君って想像しよう。君は休憩しててもいいよ、隣でずっと見守る役をして、デジーな君にまた溺れてく。ああ、すべてここの感覚をメモする。データを上書きして保存する。昨日と今日をまとめてチェックする。パスワードはたまにかけ忘れる。今日はどこまで進めようこのゲーム。各の導きと一緒にことゲーム。これは使命なのです。従わなければ道がはばかられ生き返るのです。ボタン一つ押せばそれだけで一日スタートして、データにちゃんと残される気を。僕の頭をなかほうがいいよ。だらしないことに真面目、好きなことに時間を使いたい。間違ってない、それを証明してみせるよ。誰に何言われたってもう止まらないよ。ただ前見て生きるの。眠たい目をこすぶって、また眠たいってこう寝て、誰からの声も耳には入れない。私の時は果たしたけのもの、まだこのままでいたい。誰にも邪魔されたくない。レジは私に似合うでしょ。かけられた時間はすぐに消える。だからこそ今しかできないことを、私の音で響かせたい。休憩はそろそろ終わりにして、隣でずっと一緒にゲームして、レジを君と君